そこに世界文化遺産登録を目指している遺跡が眠っています。こんにちは、川添町に来ています。この番組でもたびたびご紹介してきました三越海軍署跡を世界文化遺産へという取り組み、この夏にも専門家の現地調査が行われ、順調に登録への道をたどっているようです。今回改めまして、遺跡の価値を知っていき、世界文化遺産登録への応援をしていきましょう。佐賀市の世界遺産登録推進室の井口さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三越海軍署跡を世界遺産にという話が出てからまだ数年しか経っていないんですが、トントン拍子という感じでスムーズに進行しているように見えるんですが、登録の手続きというのは簡単なものなんですか？はい、スムーズにいっているようですが、実は簡単ではございません。こちらをご覧いただきたいんですが、はい、こちらはですね、世界文化遺産の登録までの一般の流れになります。まずですね、世界遺産に登録するためにはですね、スタートとしまして、こちらのですね、ユネスコ世界遺産暫定一覧表というものにですね、記載される必要がございます。こちらはですね、暫定一覧表というのは、今後日本国がこういったものをですね、世界遺産に登録をしていきますよということをですね、ユネスコに対し意思表示をしたものになります。次の段階でですね、遺跡を国の法律で守る仕組み作りを行います。そのですね、あとですね、その遺跡の価値を、きちんと証明することに取り組みます。そのですね、証明ができたら、それをですね、文書にまとめまして、国の方に提出をいたします。それがですね、推薦書と呼ばれるものです。そしてですね、そのですね、準備がきちんと整えられて、世界遺産としての価値が十分に証明できたらですね、国からユネスコに推薦書の提出というものが行われます。はい、はい、推薦書の提出というものは、一つの国で1年に1つしか提出できないことになっております。はい、ですので、その国の代表になるということもですね、とても難しいことになります。現在ですね、平成25年の9月に、三越海軍署を含む明治日本の産業革命遺産は日本の代表に選ばれまして、はい、26年のですね、1月に、国からですね、ユネスコに対して、推薦書の提出が行われております。はい、三越海軍署と単独での登録を目指しているわけではなくて、23もの遺跡がこう束になってといいますか、登録を目指しているということですよね。はい、こちらをご覧いただきたいんですが、はい、実はですね、三越海軍署跡だけでの、世界遺産を目指しているわけではございません。こちらにありますが、23個の遺産で構成をされておりまして、日本の近代化に関わっている、資産で、構成されています。広範囲に分散する複数の遺産を一つの遺産群として世界遺産に登録する方法、こういう方法は日本では初めてですか？そうですね、はい、日本では初めての取り組みで、海外にですね、オーストラリアというところでこういう形で登録されたところがございますので、はい、それをですね、参考に今取り組みを進めております。はい、この23個の資産なんですが、3つの分野に分かれておりまして、造船、鉄鋼、石炭の分野に分かれております。はい、そしてですね、その中の三越海軍署はですね、近代造船を表す資産としてこちらの方に上がっております。はい、ちなみに他に造船という分野もありますか？はい、山口県のですね、はい、こちらですね、恵比寿ヶ花造船所跡、はいはい、とですね、長崎県のですね、こちらですね、はい、長崎造船所とかですね、こういう施設があります。はい、それではこちらの三越海軍署跡を含む造船の分野のストーリーというのはどういったものなんでしょうか、教えてください。はい、幕末の日本ではですね、外国からの圧力に対抗するため西洋の船を取り入れ、海軍力の強化を図りました。当時ですね、西洋の技術に関する情報や機材が、限られておりましたので、西洋の船を作ったり修理をしたりする際にはですね、大変苦労したようです。造船に関する幕末の遺産としましては、萩の恵比寿ヶ花造船所とですね、三越海軍署跡が、明治日本の産業革命遺産の構成遺産に選ばれています。はい、萩のですね、恵比寿ヶ花造船所はですね、西洋船のですね、帆船が2隻作られました。帆船というのはですね、帆を張って走る船ですね。はい、そしてですね、三越海軍署では西洋式の船、特にですね、蒸気船をですね、中心としました、船のですね、修理などが行われました。またですね、日本で初めての実用的な蒸気船、両風丸の建造も行われました。はい、
いずれもですね、西洋からの限られた情報をもとに進められましたので、不足する部分についてはですね、日本古来の伝統技術が大いに生かされていて、この点がですね、これらの資産にですね、大きな影響を与えました。またですね、明治に入りますと長崎造船所というものが建設されまして、さらにですね、西洋化がですね、進んでいきます。で、日本のですね、造船技術はわずか50年余りで世界水準に肩を並べることになります。素晴らしいことですよね、はい、井口さん、そろそろ三重海軍省跡を見たいなという気になってきているんですけれども、見ることできないんですよね。はい、残念ながらですね、見ることはできません。私たちもですね、お見せしたいのは山々なんですが、こちらを見ていただきたいんですが、こちらがですね、日本最古のドライドックの写真になります。こちらを見ていただいたら分かるんですが、木と土で作られておりまして、発掘調査のためにですね、こういう形にお見せしているんですが、木と土なんで空気に触れてしまうとですね、腐ってしまいます。そのためですね、調査が終わりましたらすぐに埋め戻す作業をしております。ですので現在は土の中に埋まっている状況にあります。そうなんですね、はい、どんな仕組みだったのか、それでは教えてください。はい、こちらをご覧いただきたいんですが、ドックというのはですね、船の修理や建造する施設です。で、こちらはですね、西洋のドックになるんですが、通常はですね、こういう形で石やレンガで作られているのが普通なんですが、三重津の場合はこういう形で木と土で作られております。そしてですね、三重津の場合は有明海の干満の差を、巧みに利用しておりまして、満潮の時にですね、ドックの中に船をこういう形で入れます。はい、そしてですね、干潮になりますと船がですね、座礁するような形になります。そしてですね、干潮の時に こちらにですね、入り口のところにですね、扉をつけまして、はい、せき止めてですね、水をせき止めて船、水が入ってこないような形にして、乾いたところで、船の修理を行っていました。陸に上げるのは大変でしょうから、本当に見事に考えられてますよね。はい、全長46メーターのですね、洋式船の電流丸を修理したという記録がありますので、三重海軍省跡のですね、ドックには50メートル級の洋式艦船を格納して修理することができる施設があったということがですね、明らかになりました。ドック周辺では船の修理に必要な金属の部品などを加工した施設なども発見されています。またですね、その他に蒸気船を動かすために必要な石炭や洋式船で必要なロープ、海軍学校で使われていた皿などが出土しています。皆さん、見たい見たいと言ってましたら、こんな大きな写真を犬のところに連れてきてくださいました。木ってこんなに大きかったんですね。はい、こちらがですね、実は三重津の方で調査で出ました、ドライドックの原寸大の写真になります。はい、でですね、これはですね、今2段写ってるんですが、実際はですね、さらにあと2段ありまして、深さがですね、だいたい4メーター近くあったということが分かっています。はい、長さはどうなんでしょうか。長さがですね、これが、ですね、50メーター続く形になります。そしてですね、幅が、20メーター近くあったということが分かっています。三重海軍省跡をはじめとする23の遺跡群ですけれども、今後登録を目指してどんな流れになっていきますか。はい、今年の、夏から秋にかけて国際記念物会議、通称イコモスというところが現地調査に来られるようになっています。はい、そしてですね、来年なんですが、ユネスコの世界遺産委員会での、審議においてですね、三重を含む明治日本の産業革命遺産が世界遺産に登録されるかされないかということが決定するようになっています。なるほど、いよいよですね。まあ、そもそもこちらのですね、イコモスとはどのような組織なんでしょうか。はい、イコモスはですね、世界各国からですね、推薦された資産を、専門家の観点から調査しまして、世界遺産委員会にですね、報告する、そういう機関です。はい、そしてですね、この調査の結果はですね、世界遺産委員会のですね、審議に大きく影響を及ぼしますので、今年のですね、夏のこのイコモスの調査が今後のですね、世界遺産登録の山場になってきます。なるほど、その山場となる現地調査に向けて現在どのような活動をされていますか。はい、現在佐賀市ではですね、イコモスの現地調査のためのですね、資料を作ったりですね、地元説明会などをしまして、三重海軍省跡の価値を、お伝えするような取り組みを行っています。遺跡の保全活用に対して地元住民のですね、がですね、どれだけ関わっているかという点もポイントの一つになるようです。現在地元のさまざまな団体で構成される史跡三重海軍省跡保全会や中川沿いまちづくり協議会などで三重海軍省跡の定期的なですね、清掃活動や勉強会を行っており、地元の人たちによる遺産のですね、保全活動が活発になってきています。
保全会が中心となりゴールデンウィークに開催しました世界遺産フェスタ2014には多くの方が参加され三重海軍シャワー島の価値をですね広く発信できました。このようにですね市民主体の保全活動が始まってきていることはとても頼もしく思っております。さて資料作りも大変とおっしゃっていましたけれども提出する書類類など膨大な量になるんでしょうか。はい、こちらをご覧ください。こちらがですね、はい、昨年、国にですね提出しました推薦書の原案になります。はい、実はですねこんな、量があります。こういう書類を市役所の方でですね作成をしております。さらにですね、今年の1月に、国からユネスコの方に提出されました推薦書の、正式版なんですが、これをですね英訳したものです。でですね、通常私たち英語をなかなか見ることがないんですが、この書類をですね英文に訳すのはですねとても苦労しました。大変だったんですね。お疲れ様です。はい、その他にもいろんな整備の準備も進んでいるんですよね。はい、実はですねこちら佐野常民記念館の3階に展示室を設けるようにしております。はいはい、三重海軍省の価値がですね今ドックが下の方に眠ってますんで、とても伝わりにくいためですねこちらに、ドックの模型を準備したりですね大型のタッチパネルを設置したり三重海軍省のですね価値を伝えるための映像コーナーを設ける予定です。より多くの人に知ってもらうためにどんな活動を他にされているんでしょうか。実はですねこちらは私の名刺なんですが、はい、三重海軍省跡の名刺を作成しまして、市役所の職員がですねいろんなこういう名刺を使って、三重海軍省跡の PR を行っております。これは他の企業の方からもらったような記憶もあるんですけれども。そうですね、はい、実はですねこちらの名刺なんですが、現在市役所の方で無料配布を行っています。はいはい、そしてですね、企業さんに佐賀市内の企業さんにご使用いただいています。営業の方がよく言われるんですが いい話題作りになるということでとても好評を得ています。そうなんですね。はい、無料で配布を行ってますのでぜひですね名刺を使って、PR にご協力をいただければというふうに思います。地元の川沿いや諸富の皆さんだけでなく佐賀市とみんなで協力できることがあればなと思うんですけれども、何かあれば教えてください。はい、実はですね、三重海軍省の名前を知ってるよということは、私たち PR をどんどんしていましたので、増えてきているんですが中身まで知ってるという方が実はまだ少ない状況なんですね。で最後にですね3点だけお願いしたいことがございましてまず1点目なんですが、三重海軍省跡についてですね関心を持っていただきたいというふうに思っております。市役所とかにですね設置していますこういうパンフレットがございますのでぜひですね関心を持ってちょっとでもですね中を、見ていただければなというふうに思います。で2つ目なんですが、皆さんにですね三重海軍省っていうのはこういうもんだよということをですね、お伝えしていただければというふうに思っています。そしてですね3点目なんですが、世界遺産の取り組みとかをですね今はどんどん行っておりますのでそういうイベントとかですね、学習会とかそういうものに参加していただいて、三重海軍省跡とかですね世界遺産に触れる機会をですね持っていただければというふうに思っています。興味を少しでも持っていただけましたら佐賀市役所の方で出前講座というものを行ってますので出前講座の申し込みを気軽にしていただければ私たちがですね説明に伺いたいと思ってますのでぜひよろしくお願いします。関心を持って PR してということですね。みんなの活動が世界遺産の登録につながるといいですよね。はい、これからも現地調査を控え大変な毎日だと思いますけれどもお仕事も頑張ってください。今日は井口さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。